糖質科学におけるボール分解はアルドースさを短縮する手法である。古典的な例はグルコサミンのアラビノースへの変換である。この反応名はドイツの科学者アルフレート・ボールに由来する。ある改良法では D グルコースがヒドルキシアミンとナトリウムメトキシドとの反応によってグルコースオキシムへと変換される。 第2段階において、酢酸中、酢酸ナトリウムを使った無水酢酸との反応によって、ペンタアセチルグリコのニトチルが形成される。この反応段階において、すべてのヒドロキシ元がアセタート元に変換されるのと同時に、オキシムがニトリルへと変換される。最終段階において、ナトリウムメトキシドのメタノール溶液が加えられ、すべてのアセチル元が除去され、 ニトリル元が脱離し、任意がアルデヒドとなる。変法の一つである、ルフフェントン分解は、まず周素と水酸化カルシウムを用いて、アルドースをアルファー、ヒドロキシカルボン酸へと変換し、次に、硫酸鉄と過酸化水素を用いた反応によって、短くなったアルドースへと変換する。ありがとうございます。